様、今日はようこそ私ども定期演奏会のレクチャーコンサートにお越しくださいましてありがとうございます。今までリハーサルしていたのを皆さんも大丈夫かと思ってご心配になってご覧になったかもしれませんが、今日は非常に優れたメンバーでさせていただきますので、どうぞご安心してください。また楽しみにしていただきたいと思います。まず今日は3月21日にする椿姫のストーリーを簡単に説明しながら、有名なところを歌ってお聴きいただき、そして最後に大きな変わった曲のプレゼントをして終わりたいと思っておりますので、よろしくお付き合いください。今日のソリストのご紹介をさせていただきます。ソプラノ浅井典子さん、バスバイトどちらもできます片桐直樹さん、今もね、春平良平か、こいつです調べてるんですけど、椿姫というのがまあどういうオペラなのかということを簡単にご説明して、その間に曲を混ぜていきたいと思います、ね。椿姫というのは、なんだ、1853年に初演されたらしいです。今から178年前ということですから、まあ、比較的私たちが生きている時代に近いけれども、世の中は全然違いました。コロナウイルスもありませんでしたけれども、主人公の、フィオレッタ・バレリーは、肺病、おそらく結核に侵されて死ぬしかないという状況になったんですが、一時、病から解放されて自分の邸宅、パトロンの邸宅に戻ってきて会期祝いの大パーティーが開かれるというシーンから始まります。ヴィオレッタ・バレリーは、役の上では高級娼婦というふうな、まあ、日本語の訳である高級娼婦という訳がついているんですが、どう思いますか、この名前は。あまり耳なじみのない。なじみがない、ね、なんだろう、加納姉妹みたいなみたいな人かなと勝手に思ってるんですけれども、まあ、その時代のパリにはたくさんのレディーがいろいろ名声とお金を求めて男をナンパしてたということだと思います。で、なんで椿姫というのかというと、これはまあいろんな説があるんですけれども、バラの方がかっこいいじゃないですか、本当は。でもバラの花粉が肺に入ると結核には良くないとその時代言われてたらしいから、椿姫だけは椿にしたという説もあります。また、女性は月に一度セックスができなくなる期間があるので、その今日は無理よというので白い椿を刺したという説もありますが、まあ、どれが正しいかは知らないんですけれども、まあ、バラではなく椿であるというところに意味があります。というのはこれも説ですけれども、椿の首はポトッと落ちる、花はポトッと首が抜けるように落ちてしまう、そういう儚い命のことを言ったのかもしれない。椿姫というのは日本語のタイトルですが、現代はラ・トラビアータと言います。ラ・トラビアータというのはどういう意味かというと、道を踏み外した女という意味らしい。イタリア語でね、そういう意味になります。つまり、ちゃんとした道に行けたのに行かなかった。非常に皮肉なもので、高級娼婦として生きていけば、ヴィオレッタはお金も家もパトロンも平和な日常も手に入れることができたはずだったのですが、会期外のパーティーでアルフレード・ジェルマンという田舎者の男前の金持ちに巡り合ったおかげで人生が変わってしまって、まあ、死ぬ時期を早めてしまったのかもしれません。まあ、そのような、ドラマです。オペ
ペラっていうのは人が死ねば死ぬほど面白い、変な言い方ですが、そこに人生が凝縮されているので、非常に面白くなります。ヴィオレッタ・バレヴィオレッタも死んでしまいますね。カルメンも死ぬでしょう。ラブエムも死ぬでしょう。それからなんだトスカも死ぬでしょう。このオペラの最後はヴィオレッタって言うんです。カルメンのオペラの最後はカルメンって言うんです。ブエムの最後はミミーって言うんです。で、何やった後何言ってたっけ。トスカも死ぬんだね。トスカもそうやね。バタフライ、バッテルフライか。バタフライイタリア語でバッテルフリーって言うんです。バッテル。だから最後、死ぬ時にその人の名前間違うと違うオペラになってしまう。椿姫の最後に、カルメンって言うたけど、いいかいいか知らんけれども、ね、いろんな面白い事件があります。まあ、カルメンの話が出たからついでに言いますけれども、昔カルメンに会いました、ね。一緒にやらせていただいて、ゲネプロだったんですけれども、バリトンのエスカミリオが闘牛士の歌を歌う。でこう近づいてきて最後だ。カルメン、いい女だ。で、お前の名は、さっき言うなよと思って、いうような失態が一度ありました、ね。はい、まあ、いろいろオペラやってると面白いこともあります。これで話したら1時間経ってしまうので次を進めますが、まあ、1853年にそういった背景で、できた背景を持っているオペラなんです。で、ヴィオレッタが、まあ、いる素晴らしい宴のところに田舎の大金持ちの息子が社交界デビューに来るわけです。でそれが浜野君がやってくれる、アルフレードという役なんです。でアルフレードは、オペラの中では比較的若い人がデビューで歌うということが多いんです。でもアルフレードという役自体が非常に若くてみずみずしい男性なので、まあ、向いてるんですよ、ね。今日先ほどリハーサルしてたドン・カルロで僕イル・グランディ・クイズ・トーレという役をやらせて歌いますけど、この人は100歳だから、まあ100歳の人から若い人までいろいろ出てくるんですが、彼はまあ田舎から出てきたもうなんていうのかな、野心みなぎる若い男のようなお金持ちなんです。で、ヴィオレット・バレリーが集まるようなパーティーは、賭博とかでいっぱいやらはることがあるんですけれども、まあ賭け金言うたら1000万とか1億とかになるような、まあ賑々しいパーティーをするというところに田舎者のアルフレッドがやってきて、誰か歌を歌え、じゃあお前歌えと言って無理やり歌わされるのが一番最初に、歌うブリンディスというんですけど、乾杯の歌、パン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 という有名な歌がありますので歌いますか。はい、はい、では、浜野君テノールと浅井さんソプラノにこの曲を歌っていただきたいと思います。では大きな拍手を。Thank you.
で就職活動をしているところです。もうなんか言うてへんから終わりました。就職活動落ちてたのがします。成功したことは一応。なんでちっちゃい声で言うか。まあ、龍谷大学音声合唱団ラポールという合唱団があるんですが、そこで、まあ、4年間ほぼ指揮者を務めていました。彼の声を初めて聞いたときに僕はこの子は天才だなと思いました。ものすごい声を持っているから何にも勉強していない変な言い方だけども我流になってしまってたんです。で、指揮者も見事に務め終わったんですけれども、指揮者っていう世界はものすごく厳しい世界なので、指揮者の世界で生きていくことは今は考えない方がいい。でも浜ちゃんはものすごい黄金の声を持ってるから歌真剣にやれということで彼に歌の勉強をしてもらっています。で、僕ずっと夢があります。で、僕は弟子一人も取らず候の人ですけれども、たった一人の弟子です。で、僕が夢を持ってたのは大学、一般大学、音楽大学ではなくて一般大学の在学中に歌手としてデビューし、そしてオペラ歌手としてもデビューする子を育てたいと思って、彼しかいないと思って、まあ、やってもらいました。まあ、楽しんでやってくれてる、ね。で、まあ、お父さんお母さんにも僕が訳を話して僕の夢を叶えるためにお子さんを使いますが、迷惑はかけません、お金は全部僕が払いますと言うて、うち弟子として、まあ、面倒を見させていただいてるんです。おかげで、兵庫県の芸部で、関西音楽人クラブ主催のコンサートでデビューして、まあ、テノール歌手としてデビューをさせていただきました。それから今日、オペラ歌手としてお招きさせていただいて、まだまあオペラのグランドオペラは本舞台には乗ったことはないんですけれども、今日がデビューなんです。まあちょっと励ましに。耳の超えたお客様、それから素晴らしいソリストに恵まれて、あなたほど幸せな人はいないと僕は思っています。今日きっかけに、ますます精進してくださって、そして、僕がお願いしているのは、サラリーマンと音楽をしばらくは両立してほしい。サラリーマンだけになったら音楽戻ってこない。音楽だけやってたら生活することができる。でも能力があるんだから両方やれよと言っているんです。で、その理由はね、簡単な理由なんです。サラリーマンにオペラ歌手はできるけども、オペラ歌手にサラリーマンはできない。ね、時間にルーズ、お金にルーズ、約束にルーズ。浅井さんほど言っても違う。な人でないとできないんですけど。でも、まあ、片桐直樹さんは何でも。そんなことない。やめとこう、この話。一番悪いのは俺。まあ、そういうふうな冗談めいたこと言ってるんですけれども、とにかく両立して、お父さんとお母さんも喜んでもらえる実績を作る。オペラ歌手は忙しくって、もうサラリーマンやってられませんわと言ったら、オペラ歌手になったらいいし、サラリーマンが忙しくて、オペラ歌手やってられませんと言ったら、サラリーマンやったらいいし、いや、じゃあオペラ歌手やるかい。まあいいんですけれども、とにかく、僕の夢を一心に背負ってやってくれてるんです。学生でプロの中に混じって歌える歌手を育てたいと思った一人目がまさに育ってくれました。ありがとう。これからもどうぞ。で、浅井さんとはまた長いご縁ですね。何年ぐらいなんですか？200年ぐらい。まあ、いろんなことありましたよね。そうですね、36年ぐらいでした。浅井さんでね、僕はいつでも浅井さんと一緒にやることが多かったから、一度ね、顔面麻痺になってね、顔面麻痺ってね、こう歯医者行って麻酔打ったらこう感覚なくなるでしょ。あれの感じ。そうで、食べるものがないからマックシェイクをこっちから吸うたら、見てたらこっちからこぼれてる。あれ面白かったね。私見て私は面白い。まあ、いろいろなことがありました。マテキというオペラをね、はい、やって、主役をやっていらっしゃったんですけども、モノスタスとス
スタポスというやつが、まあ、悪い妖怪のやつがあるんですが、セリフがあるんですね。で、僕は、ザラッソルって役やってるんです。で、このモノスタポスは、ザラッソル様、この女は太い女でございます、太い女でございます、そう言い間違って太い女でございます。何やってんのよ、死ねえなわけで、結構止めた。私止めてません。嘘だよ、私止めてません。まあ面白いこともいろいろありました。まあでも失敗もいろいろ、僕は楽しませていただいてありがとうございました。ということで、つないでいかないと時間が持たないというわけではないんですけれども、今日はちょっと浅井さん、喉をケアはしっかりしたいという日に当たっておりまして、急遽お頼みしたので、アリアはちょっと歌っていただくのをご遠慮いただきました。アリアでものすごく喉に負担がかかるので、今日1日歌って、他で歌えなくなる可能性もないとは言えないので、僕声楽家としての配慮で、今日は申し訳ないけども歌うのを休んでいただくことになりました。ということをすると、君が歌う部分は増えるよね。はい、で、この次は1幕の、巡り合いが終わりました。で、この後は本当はアリアになって、変だわ、おかしいっていう歌がね、エストラーの不思議だ、あ、不思議だ、あ、そうだ、不思議だな不思議だな、変だね、変じゃない、あ、そうという、歌を歌う。これは、自分は高級娼婦としてパリで華やかな人生を送ってきたけれども、なぜかその、違う、心がムズムズするような不思議な状態になっている。つまり私は恋に落ちたの頭と言うて、まあ、歌いつつ一幕を歌うというところです。それを歌を聞いた彼は、よそんよそんベリーチェ、これ知らんの、よそんよそんベリーチェっていうの違う、彼は幸せに感じました、そうそう、ということです。ですから、まあ、ビオレッタは、実は夜会で、彼のことは好きになってしまう。で、彼は夜会で歌うことに成功して、ビオレッタを彼女になってもらったということなんです。で、1幕はそこで終わります。で、2幕に入ったのは、ビオレッタは肺病が悪くなっているので、パリの社交界で生きていくのはもうちょっと無理やと、病気療養で遠くの山奥の方に疎開しなさいということをドットーレに言われて、山奥の方に2人で住むことになります。で、彼はビオレッタのおかげでものすごくいい生活ができているんです。で、馬に乗って狩りに行くわけです。で、狩りから帰ってくる時の音楽が、タンタラタンタラタンタラタンタタ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 、もうウキ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 して帰ってきて、パリを離れて俺はラッキーな楽しい生活を送っている、というふうな意味の歌を、歌って、2幕が華やかではないんですけれども、素敵な音楽で2幕が開くことになります。それを花ちゃん、はい、歌っていただきたいと思います。ではよろしくお願いします。Share me sento,
心配なんでインタビューしたんです、ピアニスト。あの今日デビューですよ。それも夏の暑い日やったんやけど、もうなんかもう必死になってあって、気の毒やったんやけど、デビューですよ。はい、デビューです。デビューの気分はどうですかって言って、そしたらやっぱ同じことがあったんです。緊張しました。僕そこでね、一世時代に最高にいいことを入れたんです。そうですか、緊張しましたか。やはり日本の夏は緊張ですね。そんなね、あとボロボロになってもいいよね。まあ、あの笑い話でございますが、よく頑張ってくれました。まあ、この調子で頑張ってください。やっぱりあのまだ経験が少ないので、練習よりうまく歌う経験がまたできないかもしれないけど、そのうちすぐに練習の3倍ぐらいうまく歌えるようになってくれると思います。もう僕の期待一心に背負ってるから、ちゃんと最後まで僕は面倒見ますから、皆さんにもこれからは声援を送ってもらえるように、頑張っていっていただきたいと思います。さて、まあ、椿姫は、2幕に入りました。アルフレードは、ビオレッタの病状があまり良くないので田舎暮らしをしました。ところがそこに、お父さんがやってくる、アルフレードのお父さんがやってくる。アルフレードのお父さんは田舎もんで頑張って厳しいんです。で、振る時の曲がね、入ってくる時の曲がすごいんですよ。ドーンドド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 ドお父さんは、パリを離れた2人の男を訪ねてきたのは、実はアルフレードの妹がこの度結婚することになった。で、うちとしては娼婦が彼女になっているということは田舎者としては許せない。だから別れろとビオレッタに言いに来たわけです。で、彼は狩りに行ってそのこと知らないんですが、お父さんはもう無理やり怠けを引き裂くようにして別れさせたということなんです。で、その別
別れさせた後、別れ約束させた後、息子のところに行って、田舎のプロヴァンスに帰ってきて、プロヴァンスは美しい空気、山、海がある。そこにお前の帰ってくる家はあるんだよと、切々と歌い上げる歌が、有名な、プロヴァンスの陸と海という曲があります。これはバリトンで、ハイバリトンの本来を歌う曲で、片桐さんのような、まあ、本格的なバスバリトン、まあ、歌うことはめったにないですね。僕も聞いたことはいつも。たまにある。たまにある。はい、あの、お金儲けのためではなく、とにかく片桐直美さんは素晴らしいバスバリトンですので、そのジェルモンを満喫していただきたいと思います。2番だけに聞いてみましょう。はい、2番を歌われます。はい。先生、それ終わってるんですけどもっていうのはね、あるほどの情熱家なんですけれども、ある時、通し稽古で僕とギリちゃんと2人が歌う、順番に歌う時があって、僕が最初に歌うことになったんです。で、クリンズドルってむちゃくちゃ難しいで、喉の負担もものすごくでかくて、そ
ソロ17、ね、ソロが17分間あるんです。前奏が15分間あって、ソロ17分間あって、ものすごく難しいんです。で、最初僕が歌うことになって、いい分数でいく。で、僕もう嫌になってね、パッと先生、今喉壊しました、まだ歌ってへんのに今喉壊しましたって言って止めて、もう無理ですって言ってやめさせてもらったんです。ところが飯森先生は声は出さなくていいよって言われて、3回やり直しさせられました。ほんで、その次ギリちゃんが出てきはって、ギリちゃん完璧やね、もうすごい完璧。ほんで、もうみんな納得、はあ、やっぱりギリちゃんすごい、影さんあかんわって、もうみんな納得して、ほんなら後で飯森先生からダメ出しが出て、片桐さん、あなたは指揮者の言うことを聞きすぎてるよって言って、指揮者の言うことなら聞きすぎてるって言って、怒られた、ありましたね。まあ、いろいろな苦労を共にさせていただいてきて、まあ、日本で最高のバリタンだと僕は思っています。今日はプロヴァンスで初めて見らしていただいて、本当にありがとうございました。大きな拍手を。いつも、まあ、2人で一体になって舞台を最近作り上げています。彼、レゴアさんいつも1年、まだ1年、ものすごく仲いいんですよ。ほんで、こんな絵も全部ね、描いてくれてはるんです。この絵は何枚かちょっと教えてくれますか。これは、はい、この会場を、ね、この人に聞いて、はい、まあ、こうして、パッと気持ちがなかったのは、まだ、あ、ヒゲーイゲーというのはゲーマーのことですね。はい、しばしの答えからちょっと決まって、ワンコって言ったら、はい、答えることは歌ったり、計算でものすごく。なるほど。ギゲーテンという。皆さんのような感じで、そうで美しくて、音楽が大好きで。ゲーズになる。こちらが、アマテラスオミ。全部女性。女性、今度はあの女神幕。なるほど。途端の女神幕。悟りと煩悩やったらどっちの方に近いんですか。いや、どっちの方に。え、この絵は。色っぽいよね。ああ、これはどっちの方だと人間に近いんじゃないですか。じゃあ、煩悩と。そうそうそう。なるほど、なるほど。天国に行くとええことがある。まあ、僕はちょっとわかんないですけど。まあ、いつもいろいろ謎が秘められた、しかし素晴らしい大作をいつでも作っていただいて、もうお客様の心を訴えて、僕にもたくさん訴えてくださって本当にありがとうございます。今後は彼はおそらく文化勲章を持ったり、人間国宝になったりするすごいアーティストになってくれると思ってるんですが、いや、その前の先生が賞を取ったりと、あと賞ね、町内会の前でしょ。今回目標として、やっぱり陛下の前で歌うとか、そういうふうな大きな舞台になるほど、念仏コンサートを広げてたり。なるほど。まあ、天皇さんから電話があったら歌います。いや、すぐ来ます。そうです。でも、トールちゃんのお師匠さんは文化勲章を取ってる人ばっかりで、そうなんですよ。ね、今いいんですよ、先生が、ね、だから、今、彼の絵を買うと10年後には70万円で買った絵が3万円になってる。じゃあ3000万円あげましょう。お金のこと言うからかな。はい、まあ、一緒にいろいろと力を回していただいてありがとうございます。また兵庫芸文でいつか大きなオペラをやりたいと思ってます。その時に備えて2人とも力を蓄えて頑張っているところです。前回は金屏風を出していただいて、はい、ものすごい迫力で、はい、素晴らしかったですね。おかげさまで僕もしっかり歌えたと思いますし、はい、力が出ることです、はい、よろしくお願いいたします。何、はい、はい、かいいことある。ヒエテンは花形が白つばに、あ、なるほど、白つばで名前の花形が白つば、ちゃんといい意味があってつけてください。神様に見守っていただこうか。なるほど。
せに。いつも現地に向かうときはね、もう練習とか準備して臨むんですけど、はい、最後の腕のときはもう、なんか神様が気がついてました。なるほど。まあ、命がけで腕を動かしているということですね。はい、今後はなんか僕の絵も描いてくださってる。そう、あの花月屏風って言うんですかね。花月、僕の屏風、ね、まあ、僕あの田舎はお寺やねんけどね、仏さんの前にご神体になってしまうじゃん。みんな納得納得して。字が取れんけど、日本画ってやっぱり場を作る装置なんで、元々が西洋画みたいに作品を見てそこで完結じゃなくて、金屏風のね、その掛け軸にしてもその場所に沿って、はい、あの開けたその場ができる。なるほど。だから僕は加藤さんと最初に出会った時に、はい、それを最初に思ったんです。あ、加藤さんとオペラ空間を作る屏風を作ってみたら面白いんじゃないかなと。ありがとうございます。皆さん楽しみにしてください。まあ、この間は、小林美術館、はい、そうです。で、ものすごく大きい作品、あれはどれぐらいの大きさでしたか？あれは八尺屏風って言って、八尺屏風、縦が2m45cm、 2m45、横が、まあ、7m ちょっと、7m。 他のとは、あの神屏風って言って、あの戦国時代のね、戦う時に使った屏風なんですよ。なるほど。今は天皇陛下の場所に屏風なんですよ。なるほど。それも写真。まあ、このようなものでもって舞台芸術を今担当していただいております。どんどんと私たちも力を磨いてつけて、グレードアップしてチャレンジしていきたいと思いますので、まあ、このような天才と一緒に仕事ができることは僕の喜びでもありますので、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。今帰ってください。ということで、まあ、椿姫のドラマは続いているわけですが、何やったっけ、ジェルモンね。まあ、ジェルモンが、歌って、まあ、息子アルフレードが帰っておいでというところまで進みました。またね、僕の失敗談なんですけどもね、プロヴァンスで歌詞2回1番2番があるので難しいんですよ。1番歌ったら2番間違って歌ったり、2番と1番間違って歌ったりする。ディープロヴェンツァル・マリル・ソーっていうところから始まるんですけども、僕がやったときに大失敗したのは歌詞忘れてしまった。ディープロヴェンツァル・マリル・ソー、ディープロヴェンツァル・マリル・ソー、ディープロヴェンツァル・マリル・ソー、ディープロヴェンツァル・マリル・ソーってやってたらもうおかしになってきてね、歌詞出てきへんね。でテノールが松岡茂近君で、僕の親友がテノールやってたんですけども、それ聞いてるうちに、ね、肩震わして笑い出してくれた。全然歌詞がディープロヴェンツァばっかりと。で我慢して肩震わしてるのを見て、客が涙流すんですよ。お父さんの説得で苦しんで悩んで泣いてるのに、かわいそうにね。ほんで僕もついに歌詞わからなくて、途中で、まーすカレンさんと、マーセルフィッティトロバンコールティトロバンコール、うまいこと言ったと思ったらまた歌詞忘れて、ディープロヴェンサーえらい字やばい、ディープロヴェンサーイルコール歌詞忘れたこと悔やんで歌い終わったら万歳の拍手で、大変さよかったねっていう時にも出ていらっしゃって、そう言われたらやっていらっしゃった、守りました。というような大失敗もありました。今日はなんか僕の個人的な体験をしただけようと思いましたけど、まあ、ジェルモンという大きな役のバリトンのお父さんに、まあ、説得されて、で、まあ、田舎に帰ることに、じゃあ別れることになって、でまたその後いろいろ大変いろんなことが起こるんです。彼が、ビオレッタのパーティーに行って、爆死して金全部吸って、ビオレッタに投げつけて帰るシーンとかあって、そこにお父さんがやってきて、もう、ね、絶望したりするようなシーンが、まあ、いろいろあって、2幕は終わります。で、
三幕に入りますと、今度は、パリの外れのビオレッタの家に場所があります。ビオレッタはもう結核がすっかり悪くなっていて、もう死ぬの目の前に死期が迫っているというシーンになります。浅井さんって結構主役たくさんやっていらっしゃるので、死ぬシーンが多いんですよね。で浅井さんで死ぬシーンで僕ね、もう、まあ、いいで。いいよ、そう、ボエムって、ね、耳っていう、耳もお針子さんやってはんだけども、肺結核で死ぬんですよ。で、鈴木先生がね、日本のトップ演出家が、そこで、なんだ、倒れる、じゃあ起き上がるんや、ベッドから起き上がるシーンがあって、浅井さん、まっすぐ寝てはったわけから、腹筋ブルブル震わせながら、体操選手みたいにピッと起き上がる。でもうみんながね、あそこで泣くシーンやねんけど、大爆笑で。浅井さん、腹筋強いな、昔から。まあ、感想が出へんようなこともありましたけど、でもいつでもプリマドンナを、まあ、貫き通してね、素晴らしい舞台を、まあ、いつもありがとうございます。上げたり下げたり、忙しいです。ということがいろいろありまして、でついに、アルフレードは、ビオレッタの家を見つけて駆け込んできて、そして、パリを離れて二人で生きた。あ、ちょ、そうや。生きた。パリを離れて二人で生きてるという歌を歌う。パリに行って、話が前後してしまいます。え？あ、パリを離れて生きていこうねと言うて、アルフレッドがやってくる。で、その後のシーンで、まあ、死んでしまうんですけれども、まあ、最後に。そうやろ、死ぬの、まあ、死ぬ死ぬ死ぬストーリー何でもやってるのに忘れてしまって、まあ、一番最後のシーンでパリを離れてという有名なデュエットを歌って、その後、いろんな知り合いが結婚できた中で、命が絶えて死んでしまうというところで終わります。オペラは、まあ、人は死ねば死ぬほど素敵だというのは本当の話で、死っていうのはやっぱりものすごく人間にとっては大きなことだと当然そうなんですが、オペラはそれをまあなんていうかな、仮仮想体験してくれて一体化するわけです。一体化してビオレットが死ぬ苦しみを自分も味わうと、人間はなぜか浄化されると僕は思っています。ですからまあ人が死ぬ辛いシーンではあるんだけども、これによって人の心が解放されていくのが、まあ、オペラの一つの、処方箋かもしれないと思っています。まあ、一番最後のシーンは今日は割愛させていただきますが、その直前のシーン、パリを離れてのデュエットをお二人で歌っていただいて、椿姫のレクチャーコンサートは終わりにさせていただきたいと思います。その後カーテンコールで僕と片桐さんがちょっと変わった曲をお聴かせするつもりですので、以上、あと2つですので、お楽しみください。ではよろしくお願いします。
ーシャルディスタンスが広すぎた気もいたしますが、よく頑張っています。これで一応レクチャーコンサート椿姫に関しては終わりです。浅井さん、ありがとうございました。質問も兼ねるフィエスコの役を歌う、この3つの役をやれば僕はいつ死んでもいいと決心して勉強を始めました。だいぶ前に全部やってしまったので、いつ死んでも僕は後悔しないんですけれども、その中で、ものすごく素晴らしい曲が1曲あるので、それを、片桐さんとこの後一緒に歌いたいんですが、バスのデュエット、バスって低い声で地味でしょ、で、ジメジメしてるでしょ、うっとしいでしょ、で怖いでしょ、ええとこあるから髪の毛薄いでしょ、かけないから笑うたらあかん、じゃあ笑うたらあかんで、で、とにかくバスの二重唱を歌います。で、ドン・カルロというオペラの中の、フィリポ2世が彼女は私を愛していないというアリアを8分間歌って、この後に10分間の、デュエットがあるんですけれども、日本中探してもこれが歌える歌手が2人揃えるのは困難だというふうに言われています。実は片桐さん、今日、今度3月の定期演奏会の時は先に堺シティオペラが入れないね、見てね。ああ、そうそうそう。堺シティオペラのオペラが入ってて、で僕がオファーを入れたものだから、日程を変更して定期演奏会の方に、わざわざ出演してくださることになったんです。で、片桐さんが出演できないかもしれないと聞いたときに、すぐに2機会の事務局長の堀田君に電話をして、俺とギリちゃんで2人でバスのデートしようと思うんだけども、ギリちゃんがもしかしたら出られへんかもしれへん、ギリちゃんの代わりに歌えるやつ探してくれるかって言ったら、無理ですって言うて一瞬で切られました。それほどバスというのは難しくて珍しい声の種類なんです。それを2人揃えてやるというのは大変なことなんです。フィリッポ2世役の片桐直樹さん、ヒル・グランデイ・クイズ・トーレ役を僕が歌います。つまり僕はこの2つ歌ったら死んでもいいというアリアを、アリアなデュエットを今から演奏させていただくことになるのです。ですから重苦しく終わりますけれども、バス歌手の真骨頂をお楽しみいただきたいと思います。で、実は浜ちゃんにも出番があります。ドーンドーンドーンだったら僕の名前を叫ぶシーンがあります。出演時間は2秒ですけれども彼も歌いますので、ぜひ聴いていただきたいと思います。それではやります。あ、そうですね、はい、めちゃくちゃ難しいので、ちょっと変な場所になります。大丈夫？カメラ。カメラは大丈夫？カメラは大丈夫？では、歌います。
Yeah.
回これを歌います。前回は片桐さんとこれを歌いました。今回も片桐さんとこれを歌いました。もう二度と世界中で聴けるかもしれないほど難しくて重苦しくて素敵な、まあオペラの大変なところの役どころでございました。今日のレクチャーコンサートを締めくくるには何の関係もないようですが、何としてでも歌いたいというのと、プロデュースしてくださった斉藤さんがぜひ歌ってほしいというリクエストがありましたので、こういうリクエストをお答えしたいと思いましたので、重苦しい歌で締めくくりをさせていただきました。今日のキャストをもう一度ご紹介します。斉藤さん。そしてこの歌が歌えなくなったときに死を迎えます。つまり人生のすべては歌なんだと僕は思っています。コロナ1年や2年の病気こんなものに負ける必要は何もない。まあとにかくかからないこと、うつさないこと、うつらないこと、これはすごく大事だけども、心まで弱ってしまう必要は全くないと思います。皆さんのために命を限り私たちは全力で歌を歌います。そして皆さんも一緒に歌っていただきたいと思います。というところで